ステージ2第1戦、福岡ソフトバンクホークス対バッターボックスには石川が入ります。さあなおのチャンスで満塁の局面、まあここで繋いで1点でも多く得点しておきたいですね。しっかりと抜けた、ホームに送球する、サードランナーホーム、ホークス追加点を挙げました。2対0になりました。さらにリードを広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。しかしバットは止まっています。高めへのストライク、ワンボールツーストライク追い込んでいます。打ちました、鈴木が掴んでツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。バッターは3番角中、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。セカンド取った、アウト、際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。ソフトバンク内に打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。